こんにちは、かゆうです。もし、あなたの知らぬ間に、大切な人が守られていなかったとしたら、あなたはどうしますか？守られなかった者たちへ。東日本大震災から4年後、仙台市内のとあるアパートの一室で、手足と口を拘束され、餓死した遺体が発見されました。被害者の名前は、三雲忠勝。仙台市内の福祉保健事務所で働く職員です。財布の中の金銭に手をつけられていなかったことから、警察は怨恨の線で捜査を始めます。しかし、家庭でも職場でも、三雲のことを悪く言う者はおらず、むしろ善人と称されるほど。そのため、捜査は暗礁に乗り上げてしまいます。犯人の目星すらもついていない中、再び餓死した遺体が発見されます。遺体の状態は記者クラブにも流していない共通項が多く、十中八九同一人物によるものと判断されました。二人目の被害者の名前は城之内健、現職の宮城県議会議員で、他派閥の議員からも人格者と一目置かれる存在です。捜査本部は善人や人格者が狙われていると考え、前科者や精神科に通院歴があるものが犯人と推測します。しかし、宮城県警捜査一課所属の苫篠の誠一郎は、三雲と城之内の二人には何らかの共通点があるはずだと考え、独自に捜査を行っていきます。そして、ついに苫篠は被害者二人の共通点を発見するのです。なぜ、三雲と城之内の二人は、餓死という手段で殺されなければならなかったのか、守られなかった者とは誰なのか、あなたにこの物語の犯人がわかりますか？ストーリーから話はそれますが、この小説では最初の被害者である三雲の勤務先である福祉保健事務所がどんな仕事をしているのか、その一端に触れることができます。私自身、社会じゃないですね。福祉保健事務所がどんな仕事をしているのかというのを知らなかったですし、福祉保健事務所に行ったことがない多くの読者の方も知らないことじゃないかなと思いましたので、簡単に紹介させてください。福祉保健事務所の業務の中にはですね、の中で三雲が担当していた業務としてはですね、生活保護の申請の受付と、生活保護を受給されている方の状況を確認するケースワーカーという業務があります。この生活保護と聞いて、皆さんどんなイメージが浮かびますか？私はですね、残念なことにその収入が途絶えてしまった方を救う最後のセーフティーネットということ以外何も浮かびませんでした。で、あとはその生活保護という、単語からですね、そのテレビのニュースで報じられていた不正受給という問題だったり、あとはその生活保護を申請に来たシングルマザーの方に、その福祉保健事務所の職員がセクハラをしたといった事件があるというくらいですかね。多分その生活保護を申請した方とか、もしくは受給したことがある方以外は、僕と同じイメージなんじゃないかなというふうに思っております。で、そんなですね、あまりイメージのない私たち読者に対して、現実の生活保護はこれでいいと思うのかという正解がない問いをですね、この小説は問いかけてくるんです。もちろん、小説の中で、こうすればいいなんていう解決方法は示されていませんし、私一人で考えても答えが出るような問題ではないというふうに思っています。し、もちろん、読んだ人、それぞれね、一人で考えても答えが出るようなものじゃないなと思っています。なので、この小説を紹介してですね、一緒に考える仲間を作りたいなというふうに思いました。で、それからですね、この小説を原作とした映画が、2021年10月1日から、全国の映画館で公開されることになっております。舞台は小説とは違ってですね、東日本大震災から10年後の仙台が舞台になっております。さらに登場人物の名前や立場が一部変わっているものがありますので、もしかしたら小説とは違うストーリーになるんじゃないかなというふうに期待しております。なのでですね、小説読んだんですけれども、どんな違いがあるのかなというところを楽しみに映画館に見に行こうと思っております。で、映画の中でもそうなんですけれども、現実でも
東日本大震災から10年が経ちました。まだまだ山積みの問題がありますし、声がを上げられない方々というのもたくさんいるというふうに聞いてます。ネットのニュースとかでね、いろいろと情報が出てくると思うんですけれども、この小説だったり映画をきっかけにですね、みんなでどうしていったらいいのかというところを考えて、一緒に議論していきたいなというふうに思っております。それでは今回はここまで。よかったら高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは、バイバーイ。